甘酢がよく絡んだ酢豚に具材たっぷりの五目あんかけ焼きそば。本格中華を食べるのは高校球児です。とても美味しかったです。その道40年以上の調理人が腕を振るいます。親元離れて皆さんここがうちですから、そういったあの食って大事なんで。一体なぜ野球部の寮で？長野市の長野俊英高校の野球部寮。調理場に立つのは久保田和則さんです。巧みな包丁さばき、しかも中華包丁に丸いまな板です。それもそのはず、今年卓越した技能を持つ信州の名工に選ばれた中華料理の調理人なんです。まあ、あの若い時から中華一筋と決めたんで、金龍飯店でお世話になりまして、本当に金龍飯店という会社には感謝しております。久保田さんのルーツは長野市の中華の有名店金龍飯店にあります。21歳から44年間厨房に立ち続け、本店の副料理長も務めました。その後定年退職したものの、調理人を続けたい、駆け込んだハローワークで紹介されたのが野球部の学生寮でした。まあいつも通りの味ができました。2年前から働き始め、現在は週2日、寮で生活する部員と監督26人分の朝食と夕食を作っています。あの野球も好きで、あの全般のスポーツが好きなんで、食欲が出るようなメニューで体力つけてもらえばいい。1日に炊く米は10升、1杯 150g の茶碗でおよそ230杯分です。米に加え、主菜一品に副菜と小鉢がそれぞれ2品、汁物もつきます。監督と相談しながらメニューを考えていて、全員分の料理を作るのに5時間かかる日もあるそうです。下味です。塩。作る場所は変われど調理法は変わりません。そこに溶き卵を入れます。卵を吸わせます。食感がよくソフトに上がりますね。肉を柔らかく仕上げるのがやっぱり甘酸っぱいタレと絡んで一番食べやすいですね。あの溶き卵を入れるときはダマにならないように火を止めます。卵がこういうきれいな溶き卵になるんですね。高校生向けに味の工夫も。中学生に来て、3年生になるまでまだ育ち盛りの方がいるんで、あまり味を強くしないように、辛くしないように。実は久保田さん、料理一筋と思いきや意外な経歴が。入れてきました。金龍飯店に入社する前は陸上自衛隊の隊員でした。ほふく前進が得意だそうで。カメラマンも驚く速さです。最高、超気持ちいい。一見料理には関係ないように思えますが、入隊した理由はというと、
上智学校はお金かかるんで違う方法で進んでくれと言われまして、自衛隊は調理師免許も取れるとで勧められて行ったんです。現在は迷彩柄の服などを集めるのが趣味で、私服としても着ています。どんなお父さんですか？変わってます、一言で言うと。料理は上手です。長野俊英高校野球部は去年の夏、長野大会で初のベスト16入りを果たしました。久保田さんは時折練習や試合を観戦しています。見るとやっぱり力の出る料理を考えなくちゃいけないなっていうのを実感しましたね。いただきました。はい、こんばんは。あんかけはたっぷりやってください。たっぷりあります。練習後の夕飯は得意の中華料理、酢豚や五目あんかけ焼きそばなどが並びます。中華以外の料理もお手の物です。寮にいてそのおじいちゃんとかにも会えないことがあるんで、本当にすごい家族みたいな感じはあります。いつも美味しいご飯作っていただいてありがとうございます。いいえ。寮生の一人、岩佐拓生さん、ある手作りの品を久保田さんにプレゼントしました。刺繍を入れたブックカバーです。野球につながる食事をいつも考えていただいて感謝しています。もう俺の人生の宝物ですよ、はい、久保田さんにって入ってる、はい、力の出る料理を作って甲子園に行ってもらえばいいかなと思ってます。この姿勢量で体の続く限り、働きたいと思います。